こんにちはあなたはプレスリーキャンペーンを知っていますかこのキャンペーンは7月1日からあスタートしたヤフーショッピングのキャンペーンです今回はこのキャンペーンを紹介しますではプレスリーキャンペーンについて説明しますまずはこちらの動画をご覧くださいこちらはですね、えー、プレスリーのキャンペーンになります ヤフープレミアム会員なら3%相当戻ってくるということでこれすでに終わっているキャンペーンですけれどもこちらは不定期に開催されているキャンペーンになりますでは見ていきますねプレスリーキャンペーン3%相当戻ってくるこれはヤフープレミアム会員だけですねで、不定期開催でヤフーショッピングモールとかペーペーモールなどが対象になります どのようなポイントになるかですがまずスターポイント1%ですね T ポイントプラス PayPay ペペボーナスライトですねこれがプレミアム会員特典2%でさらにプレスリーということで3%戻ってくるってことになりますこれにはですねキャンペーンに参加が必要ですねエントリーが必要になります キャンペーン条件、要エントリー、プレミアム会員限定、えー、ペーペーボーラスライト付与上限は開催期間中お一人様5,000円相当です、えー。こちらにですね、えー、キャンペーンの詳細が書かれています。キャンペーン名、えー、さらにプレスリーキャンペーン、ヤフープレミアム会員なら3%相当貰ってくる。えー、こちらは開催期間が7月13日の月曜日の0時から23時59分です。これをですね、一、えー、ヶ月のうちに。 何回か行われます。ま霊、あ、界ってこともありえますね。エントリーが必要です。対象ストアは yahoo！! ショッピング paypay モールロハコバイアクセルですね。で、対象者はですね。yahoo！プレミアム会員となります。例えばソフトバンク、スマホユーザーの方、ワイモバイル、スマホユーザーの方延長パック加入の方あ yahoo！tv プレミアムプランをご利用中の方となります。 え購入条件はヤフープレミアム会員にご登録中のヤフージャパン ID でログインして買い物をしていることですね。え付与内容は対象金額の3%のペーペーボーナスライトを不要になります。あと付与内容に対するご注意として、えペーペーボーナスライトを利用するにはヤフージャパン ID とペーペーアカウントとの連携が必要です。また付与されるペーペーボーナスライトについて付与上限数はお一人様あたり5000円相当ですね。 で火曜日は火曜日の翌週から三週間経営後の木曜日になっています有効期限は火曜日から六十日ですねあとペーペーボーナスライトについてペーペーについて、えー、T ポイントについての説明があってあと注意事項ですね、えー、対象ストアとか対象外の商品がありますあと以下の場合は対象外となりますっていうことですね以上です いかがでしたでしょうか。がででししたょうプレスリーキャンペーンをまとめるとこちらのようになります。ヤフープレミアム会員限定のキャンペーン特典3%の PayPay ペペボーナスがもらえる上限は5,000円相当対象ストア Yahoo ショッピング PayPay ペペモールロアコバイアスクル対象外の商品テレカプリペイルカードギフト券貨幣メダルインゴット切手はがき自動車本体税込100名前の商品1年以上先の予約商品フラスタッド納税などですね。 購入条件はヤフープレミアム会員に登録しているヤフージャパン i d でログインで買い物参加条件はエントリーが必要ってことですねこのキャンペーンなんですけれども不定期開催ですですのでうまく利用するにはまずは自分の買いたいものを Yahoo! のですねショッピングのお気に入りに入れときますそして1日に1回ヤフーショッピングのサイトを除きます開催期間は1日の間の0時から23時59分までですので チェックは朝チェックするのがいいと思いますもしプレスリーキャンペーンが開催されていたらエントリーして買い物をしますそうすればお得に買い物ができます PayPay ボーナスライトは付与は3%になりますので消費税の増税分以上が浮きますね今回の動画はこれで終わりですご視聴ありがとうございました